っちゃ美味しそう。美味しそう。刻み海苔。たらこパスタ。7本で250円。ミートソース。ミートソース？今日はもう市販品に頼ろ。セブン&アイ。今日はもう作らない。こういうミートソースって本当にミート少ないよね。これはちょっと分からんけど、いやなんかいいこと言うかと思った。こういうミートソースって本当美味しいよねって言うかと思った。いや美味しいは美味しいよね。ミートソースを器に入れてチンしよう。今日何？今日はコロッケのミートソースグラタン。コロッケのミートソースグラタン、カタカナ多めやね。うん、あでもすごくいい匂いしてる。今日はもう早いよ。早いご飯。今日は早いご飯のはず。はい、じゃあチンしよう。チンできました。どうです、はい、コロッケ。コロッケ、スーパーのお惣菜、値引きされてて4つで200円ぐらい。これをえドーンと、もう直接、うん、ダイレクトお惣菜。そう、美味しいやろ。コロッケの先へ。チーズ。チーズ、大きいチーズ買っちゃった。これはイトーヨーカドーで買った。で、ここにチーズ。なんかイタリアンやね。そう、これでも絶対美味しいな。だってポテトグラタン。そう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 。のポテトグラタンあるやん。うん、あれ。いや、あれではない、絶対。で、これをもう焼くだけ。グリルで焼こう。魚焼きグリルで焼いちゃおう。チーズがいい感じになるまで焼いていくわ。サラダ作ろう。キュウリ。キュウリ久々やで。これ見つけた時スーパーで飛んでなかった。うちじゃないよ。これいくらやったっけ。7本で250円。ありがとうございます。夏再び。最近ちょっとずつレタスも安なってきてるわ。レタスも100円やった。今日はもうただただ乱切りでいこう。やっぱ久々だとすごい転がるね。転がるわ。昨日使ったレタスの残り。レタスの残り。もう盛り付けるだけ。早い。うわ、これこれ嬉しいね。でも嬉しいよな、最近食べれてなかったもん。ねじ込んでくれてる。やっぱもうキュウリ食べれるのが当たり前じゃない。いや、本当やね。夢見てるみたいな、あれは。これ本当にキュウリよね。キュウリ、キュウリ。サラダ完成。あ、キュウリ残ってるやん。え、そう。なんで残ってんの。いや、ずっと思っててそこにあるなって。俺はサラダ完成してないやん。じゃあ連れてくわ。スープ作ろう。お豆腐。この大きさは3パック128円です。残念、3パック88円でした。おお、安かったんよ。わかめ。今日は豆腐とわかめのコンソメにしよう。え、お味噌じゃないの。うん、だってあれあるし、チーズあるし。なるほどね。コンソメでいこう。変幻や、料理によって変幻やね。自在は。たまに給食出てこんかった。あ、出てこん。たまに見た気がする。変幻やな。自在な。スープ完成。コロッケいいんちゃう。焦げてるかもしれん。開けるよ。うわ、めっちゃいい。美味しそう。完成。え、めっちゃ美味しそう。美味しそう。おお、これは来ましたね。パセリで仕上げよう。え、これもうめっちゃ簡単やったの。あー楽。完成。お米。今日はちょっとご飯にも一工夫。え、早くと言ったり一工夫と言ったり。楽に美味しいもん食べたいの今日は。塩たらこ。塩たらこ。塩たらこ結構安くない？200円でこの量やったら。普通のたらこと塩たらこ何が違うんで。一緒ちゃう。たらこをご飯の上に。どう、たらこが乗りました。で、ここにバター。バター。え、たらこパスタ的な。たらこパスタ的な。で、ここに刻み海苔。たらこパスタ。たらこパスタご飯バージョン。はい、完成。
ただきます。ちょっともうご飯行こう、ご飯行こう。美味しい、うん、たらこ美味しい。あのタッパーごと持ってきていい？うん、あかん。いくらでも食べれるな。明太バターってパスタだけじゃないよね。うん、違うよ。みんなのもの、みんなのもの。あ、タッパーで持ってきていい？うん、きゅうり美味しい。きゅうり最高。やっぱ生野菜のサラダ食べたいもんな。きゅうりいつ以来やろうね。小5かな、小5最後、中2、中3、そのレベルじゃないのよ。中3最後で、中3最後。違う、絶対に違う。こういう違う、こう高校行った時はもう食べてないもんね。食べてるよ。中2、中1違う、1週間前あ、スープ美味しい。うん、確かにこれ給食とかで出てたな出てたやろ。なんかコンソメっぽくもないのよ。シンプルに豆腐の味するもんな、うん、これいつぶりやろ。4、6、7歳か。それは知らん。これいってみよう。これめっちゃ気になるわ。サックサクになってるな。あ、いいやん。うん、うん、うわいいですね。めっちゃこのソース美味しいわ。なんかちゃんと一品になってる。うん、なんかホテルのバイキングとかに並んでてもおかしくないなちょっとしたやつな。あれじゃない、リッツ・カールトン行った時のさ、あのバイキングに出てなかった？これ行ってないの。ん、行ったことないよ、リッツ・カールトン。いや、このスープよう考えたら、あの星野リゾート泊まった時のさ、出てきたやつちょっと近くない？あれどこやってる？新潟の方の星野リゾート、うん、新潟すら行ったことないの。なんでそんなビュッフェの思い出あるのないよ、そんなに。いや、でも出てると思う、これ。カニクリームコロッケとかでこれとか出てる。そう、美味しそう。うん、美味しかった。あ、出てないよ。うん、じゃないのよ。でも本当なんか懐かしい味はするよな。うん、コロッケがそうさせてるんやろうけど。いや、本当この前の地震で、うん、みんな心配したと思う。この家、お母さんからも電話かけたもんテレビ見たら関東で地震あったやし。でも物も一つ落ちてたぐらいやな。めっちゃ揺れてたけど。めっちゃ揺れてた。体感もな。びっくりした、うん、俺リングフィットの途中で鳴ったから、うん、自分がこう走ってるからこうなんか揺れてるんかと思って気づかなかったよ。そしたら横でスパイダーマンみたいなやついた？そんなの何もできんかったな、でも2人とも。できんかった、じっとしてた。じっとしてたな。ちゃんと訓練しとかんとあかんねんって。あれめっちゃ言ってたもんな、うん、次の日の朝にもちょっともう訓練しようか、一回二人で玄関外出る練習したもんな、うん、ただただ本当大事なものはまとめて玄関に置いとこうって4回言ってたよ、うん、いやでも本当備えとかんとな。でも地震もあれやけどさ、うん、ゴミ捨ても結構大変よな。別の大変さやけどな。なんかようやく慣れてきたかなって感じよな。前住んでたところが結構寛大だからさ、うん、ちょっと手こずったよな。手こずった最初、こんなゴミ箱いるって燃える燃えないが結構ピッてしっかりしてた。あ、そうやな。これが資源プラスチックでこれが燃えるみたいなね、うん、資源プラスチックに回す量が多くなったというか、前まであのお肉のトレーとかはちゃんと分別してたけど、お菓子の袋とかは燃やせるゴミやった、うん、それが資源ゴミの方になったから、ちょっと洗ってた3パーかんし、あとあの箱タイプのティッシュ買った時さ、取り出すとこにビニールついてるやん、うんうん、あれとかも取らなあかん。なんかすごい細かいのを取らなあかんから、すごい作業を取れた気する。確かに、まあ、リサイクルにやっぱ力を入れてる地域なんやろなとはすごい思うけどね。うん、いい地域やん。いや、いい地域で、前まで住んだところがやっぱダメな地域だよ。そんなことない。ご近所さんの同じゴミ捨ては使う人たちのルールがなんかできてたよな。できてる。それに困惑はしてる。あれやろ、ゴミ袋に番号を書かないで。そう、番号を与えられて、その番号を書かなあかんから、それにはちょっと戸惑ったな。でもチェック、いや、そうそうそう、もし残ってたら多分家の前にすっと返されるからっていうことなんやろね。最初でも警戒したよな。したしたした。あれ、これチェックされるんかな。いや、めっちゃ怖いのよ。いや、怖かった。いや、その円滑に回るから。いや、そうよ、分かってない。分かってるんやけど、すっごいこれどっちやろうか、すごいすごい強い気持ちで思ってる。でもやっぱり分別がめんどくさってさ、うん、
今とにかくゴミを出さないっていうのが頑張ってる。どんどん減らしてってる。ゴミ基準でちょっと選んでもんな、商品。うん、わ、これ捨てにくそーってやつ買ってないもん。ごちそうさまでした。